藤原の高い絵はどんな人中間博を没落させ問いの侵略を跳ね返したしくじりえいけつこんにちは、泉です NHK 大河ドラマ光る君へで流星亮さんが演じているのが藤原高井絵です気候自然とした兄コレチカとは反対に高い絵はそやで乱暴な行いが多くついには兄の愛人を寝取ったと勘違いして 火山法王に矢を追いかける暴挙をやらかし兄と共に失脚する朝徳の変の浮き目に遭いましたところが高家はこれで終わりではなくその後日本を侵略に来たという巧みな指揮で追い返す英雄的な行動もしているのです <noise> 藤原の高家は平安時代の貴族で 9 7 9年に中関白家の当主である藤原道隆の四男として生まれました若くして出世し16歳で権中な権となるも父の死後に権力を握った叔父の藤原道長と対立し権力闘争に巻き込まれます高家は丹女で乱暴な性格として知られ特に火山法王に対して矢を射る事件「朝徳の変」「お引き起こし」「兄コレチカ」と共に「 中間カパク家没落の原因を作りましたこの事件はコレチカの愛人をめぐる誤解が発端でしたが火山法王を襲撃するという滞在を犯したため許されず兄と共に左遷の浮き目にあったのですしかし高い家の生涯はこれで終わりではありませんでした京都に戻ってあと 叔父の藤原の道長に立てつくことが多かった高家は道長に睨まれ政治に疲れてしまい、眼病の治療のために、腕の良い総国の医者がいる筑前国に向かいたいと願い出て、九州の防衛の要である太宰言の措置として赴任します。高家は若い頃とは打って変わり、太宰府では前世を敷いて庶民にも慕われ、九州の在地武装勢力をよくまとめたそうです。1019年 女神族の一派であるトイ,が入港トイは壱や対馬を襲撃した後で九州博多に上陸しましたが高家は現地の武装勢力をうまく統率しトイを見事に追い払いました <noise> この頃の朝廷は現行の頃の鎌倉幕府とは違い外国の侵略についてほとんど何の備えもしていませんでした 高家は鈍く、当然、京都からの援軍はは計画さえありません。高家は独力でトイと戦わざるを得なかったのですまた高家はトイにとらわれた日本人の人質を返還しに来た高麗の使者に対しても贈り物を出し不信感を拭えない朝廷に代わって外交的なアフターケアまでしています失礼ですが若い頃に火山砲をウニや追いかけたとは思えない有能ぶりですね 従来藤原の高家は火山砲をに弓を引いた乱暴者としての印象が強かったのですが後年の問いの入稿を撃退した功績により再評価されています高家は単なる乱暴者ではなく国を守った英雄としての側面も持ち合わせていました一度致命的な失敗をしても腐らず精進を続けついには国を守る大手柄を立てた高家は失敗を恐れず くじけても何度もやり直せる再チャレンジ可能な日本社会の象徴となり得るのではないでしょうか。この動画をもっと見てみたいと感じていただけた方はチャンネル登録をいただけると嬉しいです。